いちごのあまおうというのがありますね。皆さんご存知でしょうか。そのあまおうなんですが、あまおうって名前の由来なんだろうってちょっと思って調べてみました。僕はね、甘さの王と書いてあまおうだと思ってたんですが、どうやら違うようで、あまおうというね4文字、これがね赤い丸い大きいうまいからあまおうと取ってるそうです。はい、皆さんこんにちは、みそねぎでございます。意外とシンプルな名前の付け方ですね。今日ちょっとご飯を食べまして、これからね、南海部員さんに向かおうかと思ってます。実は僕ね、今ライディングシューズが欲しいなと思ってまして、というのも僕が今持ってるシューズというのが、今いつも履いている、南海のシューズ、そしてもう一つがワークマンプラスで買いました安全靴みたいなやつ、この2つしかないんですよね。でメインで履いてるその南海の方のシューズなんですけれども、これがですねメッシュなんですよ。メッシュなのでこの時期寒いんですよね。なのでちゃんとしたね、ちょっとなんだろう、寒くないようなやつが欲しいなということで、とりあえずこの革でもナイロンでもいいので、ちょっとねこう寒くないやつをね欲しいなと今考えております。ただそのシューズにもいろんな種類がありますよね。今履いてるこういうやつね、こういうやつ、このくるぶしのちょっと上まであるタイプのやつで、かつねこう後ろがねえぐれてるって、すごく足をね動かしやすいんですよ。すごく僕はこれ気に入ってるんですけど、すごいなんかロングブーツみたいなのってあるじゃないですか、あれにもちょっと今興味がありまして、ちょっとそれを買おうかなって今ちょっと考えてるところなんですよね。どんなシューズがいいのかなって、まあ僕もまだまだ初心者ですからなかなかわからないんですよね。どんなものを買えばいいのか、今と同じタイプでもうそのメッシュじゃないやつを買うのか、それともまあちょっと例えばアルパインスターズとかロングブーツ風のやつとかすごいかっこいいじゃないですか、あれもちょっと欲しいなと思ってるんですよ。まあそれもね、なんでかというと、将来的に一つの目標として、ジムカーナとか、サーキット走行とか、そういうのもね、なんかね、いつかできるようになりたいなっていう気持ちもありますので、まあそれだったら、そのロングブーツみたいなのやつ、タイプのやつも、買うのもありかなと思ってる次第なんですよ。で、皆さんがどんなシューズを使われてるのか、ぜひね、ちょっとお聞きしたいなと思います。はい。こう、ガッチガチの、そのロングシューズみたいなのを履かれてる人もいれば、普通のね、タイプのやつも履かれてる人もいると思いますし、なんかおすすめとかあったらね、ぜひね、コメントしていただきたいなと思ってます。こういうまあ SS タイプのバイクに乗りながら、似合う感じのやつとか、あとこれが機能的にすごくいいですよとか、まあちょっとね、値段がね、結構高いもんなんで、そうですね、予算はね、そうだな、2万円前後ぐらいですかね。それぐらいでちょっと予算を考えてますので、なんかいいのあったらね、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい、コメントいただけたら嬉しいですね。はい、あとはそのタイプ別でなんかもしかしたらその用途というか違うのかもしれないので、そういうのもねぜひ勉強させていただけたらと思いますので、ぜひねコメントいただけたらと思います。そんな感じで、シューズもねちょっと買わないとね、ぼちぼち足が寒いなと。まあ今もう2月の中頃ぐらいなので、もうあと1ヶ月もね我慢すればもうね暖かくなるんで、まあそんな慌てて買う必要はないかなと思うんですけれどもね。福岡が3月の20日が、桜の開花予報になってますんで、もう1ヶ月、もうほぼほぼあと1ヶ月ぐらいで春が来ますよということで、ライダーの皆さんがねぼちぼちまた活発的になる季節がやってきそうですね。待ち遠しいですね。夏は地獄なんだろうな。はい、ということで、今日はライディングシューズどんなのがいいのというお話をねさせていただきました。ぜひとも皆さんのねアドバイスをねお待ちしてます。おすすめとかあったら本当に欲しいんで、ぜひおすすめしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで以上みそねぎでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。